えっと、ちょっと台風の話したいんですけども、すごい台風が今来ててですね、あさってしあさってあたり関西来ると。で、しかもその後東京来るとかいう話で、なんか最近すごくあの台風のですね、えー、進路とか、そういうのがせかなり正確になってきましたよね。えー、で台風研究っていうのは、あの、 私、あんまり知らなかったんですけども、非常に盛んに行われていて、うん、えっと、YouTube で動画す、えっと、今日見たんですけども、台風制御、うん、そういう話の動画を見ました。台風発電とかも含めて。うん、あの、今、ムーンショットで、えっと、ムーンショットのですね、目標8、 ムーンショットっていうのは2050、えー、年を目標にする大規模科学プロジェクトというやつなんですけども、ムーンショット目標8っていうのが2050年までに激人化しつつある台風や豪雨を制御し、えー、極端風水害の脅威から解放された安全安心な社会を実現というものだそうです。うん、で、えっ、ー、と、その プロジェクトの一つの動画をちょっと見たんですけども、それが横国大の台風科学技術研究センター長という方で、筆安弘則先生という方が、そのムーンショットのプロジェクト、八つあるんで、今8つあるみたいですけども、そのうちの一つのプロジェクトマネージャーをしておられるということで、それを見るとですね、台風の制御に向けていろんな、あの、まあ、結構たくさんの人数でアプローチされてると。 いう概要の話がありました。で、それを聞いてなるほどなぁと思ったので、まあ松田先生宇宙物理ご専門ですけども、地球物理もまあ隣接ということでだ、ええええと思うわけです。で、私がその動画を見てえっ、ー、と知ったことをちょっとさらっと申し上げて、松田先生になんか解説していただければなというふうに思うわけです。 ね、台風っていうのも私もちょっとあんまり分かってなかったんですけども、メカニズムほとんど分かってると、ちゃんと、いうことみたいで、まあもちろん分かってない部分もあるかもしれないですけども。で、ちょっと先生の前で私が申し上げるものも何なんですけども、ちょっと理解したところまでということで言いますと、まあ、海面の温度が上昇して、そこから上昇気流という水蒸気が上がると。それがこういう台風の形になって、上空で広がってまた落ちてきて、海面、 伝ってですね、こういうぐるんぐるんというループができると。うん、いうことみたいで、まあ、真ん中の中心の台風の目の部分は、気圧が当然、こう、こうなって上がっていくわけですから、下がって低気圧になると。で、この上昇、この台風の目の部分の上空は、非常に温度の高い。まあ、場合によってはなんか、えっと、周りよりか25度ぐらい温度高くなる場合もあるみたいなんですけども、そういう仕組みになってるということで、 その、フデヤス先生のプロジェクトでは、その仕組みをいろんな場所でですね、食い止めるという、で、それによって、基本的には全部の台風をなくすんじゃなくて、非常に被害が大きくなりそうな台風に関して、勢力を落として、被害をちっちゃくするというようなことを考えておられるみたいで、で、アプローチとしてはなんかいっぱいあるっていうのが面白いなと思ったんですけども、えっと、割と多いのは会場で、 そこから中にですね、空気が、海上の湿気を吸収した空気がどん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 中に入っていくみたいな動きみたいなんですけども、それをいろんな形で食い止めるというのがなんか三通りぐらいありました。一つは、その筆安先生がやっておられるのは、船をいっぱい置いて、それでこう、風を食い止めると、この摩擦を増やして食い止めるっていう話みたいです。 それから、海になんか巻いてですね、海面、えー、水温を低下させるとか、あるいはなんか、その手前に雲を作ってですね、周りを囲むように、あの、風が流れ込んでいくのを防ぐみたいなアプローチもあったみたいです。っていう、海上でやるっていうアプローチと、あと、雲にですね、不均質核形成を促す物質みたいなのを、蒔、うん、き散らして、うん、その、 この、なんか大流を防ぐんですかね。こう、雲を作るのを防ぐのかもしれませんけども、対策するっていうのと。で、もう一つあるのが、台風、あの、ど真ん中に上空から、なんか氷みたいなのを大量に巻くみたいですね。<laughs> ど真ん中の、あの、気温を下げるということみたいです。なんかそ、そんなことで、えっと、いろんなアプローチをされていて、そのうちの一つの、 えっと、筆安先生がやっておられるアプローチだと、20年スパンで船を200隻とか、100キロ四方で船200隻を出すらしいですけども、で、専用の船を作って20年、えー、使ってということで、トータルで見て、えっ、ー、と、まあ、船の上で発電もするみたいなことをおっしゃってましたけどね。だから、ちょっと発電によってコストのマイナスをこう、回収するようなことも考えておられて、マイナス20年で1兆円と。 うん、なことおっしゃってましたね。で、その他にもいろんなやり方に関してシミュレーションをすごくやっておられて、で、どれくらいのやり方で、どれくらいの台風のパワーの軽減ができるかっていうことを研究されるということが分かって、まあ、うん、あの、非常になるほどと思ったという話です。多分、地球物理学とかになると思うんですけども、うん、昔からやってるんですね、きっと、この台風っていうのはね。 いや研究はしてるだろうけど、制御はあんまり昔は考えてないと思いますけどね。ああ、その方向予想みたいなやつが多いんですかね。いや、それはあるでしょうがね。えー、で、えー、っと、ちょっといろいろとあの YouTube 見てるとですね、台風発電のベンチャーっていうのが、えー、日本では立ち上がってるらしくて、チャレナジーという会社らしいですけどね、うん、<laughs> なんか垂直型マグナス風車とうふうに言ってました。うん なんか、ボールね。打球でボールが、変化球が、えー、えかかると。ちょっと、同じような考え方で、逆方向になるんですかね。羽根がないんだけども、こう、た、縦向きのこういう棒みたいなのが、くるくる。垂直の、えっ、ー、と、風で回転するような仕組みみたいで、非常に台風で発電するということをターゲットにして、打ち上げておられると。で、世界、いろんな国で特許も取られておられて、 まあ、あの実用化を目指しておられるとでもそれね、できたところで台風が来ないと発電しないでしょだから、もう1年のうちに稼働するのってほんの数日じゃないですかああ。そうなんでしょうかね。ちょっと台風が来ないと発電しないのかどうかはよく分かりません。まあ、一般に風力発電ということかもしれんがね。まあ、あの台風でも。でまあ、壊れないと。 <え>普通の風力発電だって、あれ、台風来たら壊れるもんね、きっとね、えーそ。そう、そうです、そうです。まあ、普通の風力発電は、としては機能するのかどうかはわからないですけども、まあ、台風で発電するっていうことですから、普通の風だとよっぽど <laughs>、あの、発電量少ないのかもしれませんね。えー、でも、そうなら今言ったように、年のうちに稼働するの数日だけじゃないですか。ええー。だから、全部ペイペイしないよ。ええー、あのー、台風の時とかってね、 あの停電したりしますよね。うん、台風の時に、まあ、非常用電力という意味ではもしかしたら有効なのかもしれない。それは家庭ならいいかもしれんが、<え>発電所というので意味ない。だって停電するっていうのは送電できないということだから、なんぼ発電したって送電できなきゃ意味ないからね。ええええ。いや、ちょっとそ,その辺はよくわかりません。あの <laughs> よくわかってる方いらっしゃるかもしれないんで、その辺はあのまた。 え、補っていただければというふうに思いますけども。まあ、台風来るということで、研究としては2050年目標なんでしょうが、今どのくらいのフェーズにあるのかはよくわからないんですけども、こういう話があったんで、まあ、地球物理の。で先生、あれですよね。お知り合いの方でたくさんいらっしゃるんですよね。あ,あ、私はね、そもそも中学校の時はね、気象観測部に入っておったんです、えー。そうなんですか。<laughs> 今のような話っていうのは昔からあるんですかね<で>昔はあんまりあのいや今みたいな話じゃないですよ<ー>いやないけど要するにまあ天気予報をどうするかみたいなね、はい、いやもうね昔の話で思い出したけど、まあ、台風観測今はねあの人工衛星から観測するじゃないですか、はい、でもね当時当時っていうのは私が小学校の頃ったらねえええ昭和何年か 僕、昭和18年生まれやから、例えば、ね,ね、10歳やったら28年ね。まあ、昭和30年ぐらいと思ってくださいよ。はい、で、その頃ね、問題になったのがね、観測するのが、あのね、米軍の,あの飛行機、観測機で観測しとったんや。はい。で、あの、米軍の B29 爆撃機みたいなやつね。はい、で、それが日本にないのが、 あの、辛いね、ということで。で、日本にも観測機を買おうという話で、募金を始めた誰かがね、はいはいで。集まったんだけどね、飛行機一機買うまでには全く至らないわけ。<laughs> ものすごい高いでしょうね。高い高い高い。何十億とかじゃないですかね。そりゃそうですよ。で、で、だから、結局はね,ね、そのお金で、あの、日本中にいろんな、あの、ね 雨の観測装置をね、いっぱいばらまくという、そういうプロジェクトの方に変わってしまったけどね。あ<ー>で、今はもうね、気象観測っていうのは、<っ>いや、当時はね、気象台とか測候所とかいうのがあって、っ観測しててえ<っ>で、僕もね、あの、気象観測、ま、ま、部だから、あ<ー>で、毎日ね、<っ>天気図つけてたんよ。あ<ー>で、その時にどうするかって言ったらね、ラジオで天気予報っていうのは、天気、あ 天気予報があるんですよ。で、それはね、あの、どこそこの気圧がいくらかっていうことをね、読み上げて、アナウンサーが読み上げてくるんですよ。で、そうするとね、あの、日本のね、陸地上はいっぱい観測場があると、はいね。で、まあ、韓国とか中国にももちろんあるんだけど、海がないのね。<ー>いやね、航行中の船舶によればみたいな話なんですよ。はい、だから、海のね、その気圧がね、ポツポツとしかないのよ。あ いや、だからさっきのね、あの、びあの観測機で言ってるのは、これはもう、どこでも飛んでいけるからね。うん、で、観測船だったら、その一手、だから定点観測船というのがあったんですよ。うん、だからそれはまあ、あの、太平洋にね、一箇所とか二箇所なんですよ。だけど飛行機なら、まあいろんなとこ行ける。今ならね、あの人工衛星で見てるから、もう全部見れるわけね。うんうん、だから偉く進歩したなと思いますけどね。うん。なんか洋上でせ、 せあのセンシングするような機器もあるみたいですね。なんか台風の目を追いながらというか、あの水中と、まあ、海中とその海面とでいろいろセンシングして、うん、で台風の状態を、うん v。V をね、置いとけばね。ああ v, v っていうんですね。うんええ、そういうやつです。いろ、まあ、んな形で あの台風の、まあ、進路予想に関してはかなりあの正確になってきたし、そのシミュレーションもねかなり精密に行われてものの、やっぱり今の台風、いつこっちに来るんかっていうのはか確実には分からないわけですよね。かなり3日後の範囲っていうのはこんなにひ大きくなって、うん、日本地図の中でね大きくなってるんで。昔よりは、ね、非常に進歩したと思う。で僕も そうやうけどね、まあ、これはさっきは中学校の話やけど、ええ、大学に入って今日持ったのは、ええ、あの天気法の理論ね、ええ、それはあの結局、流体力学の方程式をコンピューターでシミュレーションするというような、ええ、今ももうそれはものすごく進歩してるわけやけど、ええ、まあ当時はまだまだね全然だったですよね。で、うん、それで僕ね、大阪管区気象台に見学に行ったことがあるんですよ。 ああ。だから、当時から比べラブルもんね、圧倒的に今進歩しますよね。体力学のシミュレーションという意味では、あれですね地球も宇宙も同じようなもんなんでしょうね。うん。あくだ大にいると。で、計算のやり方を工夫するみたいな。え。だから、そういうわけで、まあ、そういう問題はね、私の本来の興味の中心だったんですよ。ああ。あのね <laughs> その私やっぱこの台風の目に向けて上空から氷落とすっていうのが非常に衝撃的で。面白いね、それね。<laughs> それは重要だよ、結構ね、もう何百億かけてでも、この台風それで弱まるんだったら価値あるんじゃないかなと。うん、なんか過去の台風の被害額ってなんか超レベルだったやつがあるみたいですね。うん うん、いやそれ考えるとちょっとやばいなってやつは氷落としてくれたらいいんだ。まあ氷というあの大きな氷の塊じゃなくて小さな粒ね。はい。あそうですか。うん、ちょっとどんなんかはよくわからない。いや小さな粒にして巻けばすぐだそうだったら蒸発消化するでしょ。で温度冷やせますよね。はい、大きな氷の塊を落としてもしょうがないからね。ええええ、あるいはね雨をね先に降らしてしまうと。 よく人工降具ってあるじゃないですか。いろんなもの、雨の種を入れるとかね。はい、だから、ううね、全部ね、洋上で降らしてしまえばいいわけよね。あははははえか、え、だけど、まあ、もうえらい大きな台風来るけども、なんとかならないかなと、ずっと思っててそ、そんな見てたんで、うん、結構。<laughs> 技術があるんだというの、うん、で,でもね、台風をね、全く来なくすると、それはそれで困ったことになると思うよ。あ<ー>水不足になるからね。あいや、だから、その、筆安先生もそう,そうじゃないとおっしゃってました。うん、よく誤解されるんですけどもという言い方をされてて、うん、すごい大きなやつで被害がありそうなやつを、被害をこう軽減するという目的ですというふうに言いましたね。うんうん いや、そういうことで、まあ、あの台風に関しても、これから5年、10年で、あの、大革命が起こるかもしれないということです。うん